はい、リファです。ご機嫌いかがですか？さあ今回はですね、リファの爆食仙台編です。そう、仙台編だよ。もう、ね、いきなりね、牛テールスープから言ってるんですけど、もう最高に美味しかったです。あとそこで一緒に飲んだスズメっていうお酒がね、美味しかった。なんとその後結局なんかチビ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 一人で一本開けちゃいました。そんなこと今までなかったんです。全く私は部屋で一人で飲むなんてことはなかったんです、今まで一度も。なんですけど飲み切っちゃいました。しかもなんかふわっといい感じで、ほろ酔いみたいな感じで。スズメはちょっとまた見つけたら買っちゃいそうですね。他にも美味しいものたくさんありました。私が美味しいって言って食べてる動画です。それでは皆さんもお腹すかせにいってらっしゃい。ゆうてーるスープ、はーい、牛テールスープです。テールスープはやっぱ焼肉についてくるじゃないですか。だからなんと牛タンも買ってきました。そしてゆでタンを作ってみました。手込んでますよじゃあ冷めやすいものからいっちゃおうかなと思います。牛タンからいきます。レモン胡椒をつけて食べます。もう塩を振ってあるので、いただきます。贅沢だ。牛タン焼肉行きたい。お供、うちの子ら発泡選手スズメ、これなんか下に溜まってるので混ぜます。うん、濁った、白い。では、あ、シュワシュワして美味しそう。いただきます。乾杯。え、美味しい。え、めっちゃ好きなんだけど、これやばい、めちゃめちゃ美味しい。スズメ、次ゆでタンに行ってみようかな。初自作のゆでタン、前さ仙台で食べたゆでタンがもう美味しくて忘れられない。めちゃくちゃ美味しい。でも仙台のゆでたんはやっぱ特別です。うん、美味しい。あのね、作ってみて分かった、ゆでたんはアクを取るんですよ、一回お肉の。アクを一回取るからすごくあっさりしてるんですね。だからもしこう一緒に食べるんだったら、まず焼いた牛タンを食べて、最初にねこってりしたものを食べて、で次にあっさりしたものっていう方がお腹に優しい気がします。うん、うまっ。うん、そろそろテールスープは、そうね、テールスープ行こう。見つけました、でっかい牛タン3つ入ってます。あー、これ、この柔らかさ、おいしい。そしてめちゃめちゃ体にいいのがわかる、もう染み渡っていく体に。
テールスープってめちゃくちゃ栄養高いんですよ。おばあちゃんが言ってた。おばあちゃん健康オタクなんですよ。全部美味しいんですけど、ゆでたんは煮込めば煮込むほど柔らかくなるらしい。サクッと煮込みすぎたな。サクッとしすぎた。次作るときはもう1時間ぐらい煮込みたいと思います。美味しくて目がとろみ、全力で味わってるリアルフェイス。仙台名物こだまのどら焼き、はい、来ました。今日はずんだ餅生どら焼き、こっちは大納言合ってる本当に漢字が苦手。これです。この2つをいただきたいと思います。まずはね、もちろんずんだからいきたいと思います。どら焼きとか久しぶりかも。美味しそう。割ってみようか。どうなんだろう、このパケ。あ、これお餅だ。これお餅だ。じゃあお餅のところから。なんで贅沢な真ん中の一番メインから食べちゃった。うん、干してたこの感じ、うん、すごい美味しい。甘すぎない、私の好みです。ベランダのね、プランターをちょっと配置を変えたのね。そしたらそこにね、トカゲ？ヤモリ？がいたの。私結構ヤモリとか好きなんだけど、います、ここに。理由どうでしょう、藤村さん的にパクパク食べて。藤村さんはすぐに飲み込めてすごいね。次ダイナゴンでいいでしょうか、読み方。もう頂きます。これはあんこってことですよね。どら焼き連続で2つもいくってやばくない？真ん中にさ、またお餅入ってるのか。今度はお餅じゃなくてやっぱりあんこがぎっしり入ってますね。いただきます。おいしい。うん、冷蔵庫で冷やしてたんだけど、おすすめって書いてあって大正解です。多分冷やしてないの食べてないけど、
多分増やした方が100倍美味しい。もうこの天気がいいとね、アイスとか食べたくないよね。ちょっと冷たいものが、うん、最高、めっちゃ美味しい。どら焼き、どら焼き気分。牛タン本舗プレミアム牛タンカレー、はーい、牛タンカレー来ました。めっちゃ美味しそう。ルーの方をいただきます。美味しい、めっちゃ美味しい。牛タンいっちゃおうかな。うまっ、めっちゃ美味しい。最近のこのレトルトってちゃんといいやつめっちゃ美味しいですよね。うん、ペロッといっちゃいますね。ちょっとでも野菜ようと思って、カリフラワーすごい好きなんですよ。カリフラワー美味しい、合う合う。ゆで卵まで作っちゃった、すごいね。入れた瞬間にね、ボーンってね割っちゃってね、ポーチドエッグみたいにちょっと周りになってるんですけど見た目あんま良くないけど、でも半熟合うね。カレー大好き、牛タン大好き。ゆっくりご食堂下がっていきました。でね、一気にね食べ過ぎるとこう食堂がこう渋滞してる感じがあるんですよね。うん、食べても食べても牛乳食べても食べてもさ、牛タンが減らないんだけど。めっちゃ入ってる牛タン。基本的に一番食べたいやつ、食べたかったやつっていうのは私は最後に取っておく人なんですよ。でもこれで牛タンを最後に取っておいたら、もし全部の牛タンを最後に取っておくってやってたら、最後ずっと牛タンばっかり食べることになると思うので、バランスよく食べていっても全然余るぐらい牛タンが入ってます。一口ごとに牛タンがあっても大丈夫なぐらい牛タンが入ってます。おいしい、美味しいです。そう、よかったわ恥ずかしがり屋のこけしですね。うん、美味しさ&ヘルシーずんだ餅。はーい、ずんだ来ました。ずんだ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 あいずんずんだ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 へいずんだ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 ずいったずんだです。すごい、お豆の匂い、枝豆の匂いがすごいする。はい、いい匂い。ちなみに今もう、11時半ですよ、夜のだって甘いもの食べたくなっちゃったんだもん。ちょうどあったんだもん、ずんだが私の冷蔵庫にね。ずんだちゃん、ほんとちょっとベロって舐めてみたいぐらいいいですね。こうお餅が透けてるんだけど合コン入ってるっぽいですね。なんかこの木べらすっごく太い。これ、え、割り箸、え、間に割るやつ入れ忘れたみたいなぐらいの太さで、こう木べらでいただきたいと思います。あ、今甘いのめちゃめちゃ欲してる。今日もいっぱい頑張ったからね。今日もいっぱい頭使った。うわうわ、甘いんだろうな。いただきます。どうする、一口でいく？これ一口でいけよってことだよね。この木べらビヨーンとかなんなそうだよね。一回噛んでみようか。いただきます。うん、一口、
美味しいんだ。意外と1個ですごく満たされたので、これはまた冷蔵庫で冷やして味わいたいので、ゆっくりゆっくり食べていきたいと思います。しっかり冷やした萩の月キクフク、はーい、来ましたよ。萩の月とキクフク、しかもキクフクは種類がたくさん、ずんだ、生クリーム、抹茶、ほうじ茶とあります。なんと萩の月は箱です。じゃーん、これさ、萩の月、このこういう柄見覚えありますよね。私今日マネージャーさんと会ってたんですけど、マネージャーの渡辺さんがですね、今日萩の月カラーじゃんって言ったんですね、私に。で、この色だと思うんですけど、しかもなんかこのなんかお花とかの模様まで、なんかちょっとここら辺袖っぽいね。本当だね。ただ一つ言えるのは、それをどう受け止めていいのかちょっと分かんなかった。嬉しいって感じでした。はい、じゃあいただきます。すごい、こんなボリューミーだったっけ、ハギの月って、うん、あ、もうなんか甘いクリームの匂い。いただきます。うん、おいしい、おいしいです。これな、クリームじゃない？何入ってるの？中の。うん？なんだろうこれ。卵、砂糖、牛乳。三日月になりました。もうちょいか、三日月は。あ、三日月になりました。ふくふく、ほんと生クリーム、抹茶、ほうじ茶、ずんだーとあります。ずんだ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 、えい、やっぱね、仙台といえばずんだですからね。お餅、うん、思ったんだけど、ずんだってずんだだね。悩むわ、めっちゃ。どれが人気なんだろう。なんかこれかな、意外と生クリームが人気だったりするのかな。なんかちょっと着てみよう、生クリームも。うん、うん、美味しい。まさかのあんこも入ってた。生クリームだけかと思った。そういうことね。美味しいでーす。ささかま、はーい、ささかま来ました。すごい、これ焼いた方で、これがそのまま食べようと思ってる方。そしてお気づきですか、皆さんも早く冷めないうちに食べたいんですが、こちら、じゃじゃーん、裏かすみ、日本酒も用意しました。これもね、宮城のお酒です。このプリンが入っていたやつ、一人酒だ。みんなのために一人酒しますよ。乾杯。あ、なんか私の顔が変になってる。美味しい。飲みやす。これは私進んでしまいそうだ。まず温めた笹かまいただきたいと思います。この安倍のささかまぼこ
を温めたバージョン、わさび醤油でいただきます。うん、温めるの美味しいじゃん。こういうのをね、温めるときはね、チンじゃなくてやっぱトースターバルミューダ使いました。次こちら、これね、チーズ味でささかまの中にチーズが入ってる。あ、チーズ間違いないですやるな、美味しい。あー、牡蠣、牡蠣がドーンと乗ってますよ。これも焼きました、ちょっと温めました。絶対美味しいじゃん。あったかいの美味しいね。では続きまして冷たい方いきたいと思います。エビ、冷たいやつはもうこのパッケージのままいっちゃうかな。美味しい。エビの旨味、香り凝縮されてます。次、シソ。おお、見た目がシソだらけ。あっさりしててめっちゃ食べやすい。好き。チーズボール。中にめっちゃチーズ入ってた。めっちゃ入ってる。めっちゃ入ってるわ。美味しい。チーズと日本酒って合うんだ。あ、どれだけも進みますな。乾杯。おかえりなさいさあどうですか、お腹空きましたか。 なんか最近はこの動画を、こうご飯のお供にしていただいてるなんて話もちらほら耳にしております、まあ、あのこのシリーズが終わったら、爆食シリーズが終わったらまたなんかいろんなことにチャレンジしたりしたいなとか、あとまあ曲を作る動画とかもまた撮ろうかなと思ったりしてますので、また懲りずに見ていってくださいね。毎週金曜日、みんな見てくれてありがとう。いいねも登録もありがとうそれではもうほんと仙台に早く行って本場のね牛タンを食べたいなと思います。他にもね本当に美味しいものたくさんあったし、笹かまもやっぱね、中にチーズが入ってるやつとか焼いたらマジで美味しかった。私は焼く方が好きでした、自分の好みには。そうでしたね、はい。皆さんもなんかおすすめの食べ方とかあったらぜひ教えてください。それではリファでした。 See you soon! See you next week! Next week は横浜編です。